え？プロデューサー。仕事？平日の午後だからね。無理だった。座ってよ。風来るよ。ここ。でしょ。ほら。止まったね、風。なんで？そんなわけないじゃん。だったらさ、もっかい書き換えられるでしょ、プロデューサー。ほらほら、なんかやって。未来が変わるっぽいこと。来た。戻らない未来でいいから。で、いいから。私なんで？そうだけど。タイミング的には。やむことになってたから。それで、ここに来ることになってた、プロデューサー。だから、いなよ。いなよ。何？無理でしょう。
風よ、来い。汗かいちゃったじゃん、もう。じゃ、交代ね。呼んでよ、風。やってみなきゃ。え、褒めてる？やった。うん。お疲れ様、メイクさんも。イエーイ。プロデューサー、お疲れ。なんで？もらう、それ。いいよ、自分で行ってくる。ちゃんと休むし。逆さだよ、なんか。プロデューサー、逆さに映ってる。小さくて変な感じ。そうなの？いただきまーす。うん。欲しかったから、これ。喉、めっちゃ乾いてた。ありがとう。じゃあ、もらってくるね。差し入れ。
イエーイ。そうかな。お皿洗ったってだけなのに。お疲れさ。よくなーい。あ、ごめん。なんかみんな、いいねーって。だから、よくないって。そんな、よくないって、私。っていうか、いいかな、なんか。でも、わかんないや。そっか、ごめん。そうだね。ありがとう、いいって言ってくれて。それは、
わかんないけど。え？プロデューサー。わからんけど、信じてるよ、プロデューサーは。聞くけど、聞かなかったかも。プロデューサー。何これ、なんか花じゃない？ナスタチウムとスプラウトのサラダ。食べるの？聞いてみようか、お店の人。男らしい。思う？そういうの、男らしいって。言い切れない？好きだよ、そういうとこ。プロデューサーらしく行こう。じゃあ。え？
じゃ、せーので。もぐもぐ。ごめんごめん。大丈夫。平等に行く。美味しいとは言い切れない。確かに。プロデューサーらしいね。ううん、聞いてくれるとこ。私もそれでいいかって。そういうとこ。いいね、プロデューサーらしい。あ、食べた。ありがとう。じゃあ、行くか、私も。ん？ああ、うん。いいね、プロデューサーらしい。じゃあ、ひいきなしで行くから。間違えた。うん。やめて。もうやめてって、プロデューサーさん。トールくん？うん、
小さい時。え？うん。なんか、トールくんって音みたいな感じで。うん。トールちゃん、トールくん。全部一緒。私のこと指してる音。うん、今みたいに誰って感じもなかったしね。朝倉徹、17歳、高校2年生、アイドルやってますみたいなことはないじゃん。だから何でも全部私だった音。ああ、なんか何のこと言ってるか分かんなくなった。え？なんだろう。じゃあ、通るで。いい音だよね、なんか。